ファーンデールはイギリス海軍の駆逐艦。半途級。艦名のファーンデールはノースヨークシャー州のキツネ狩り場であった渓谷にちなむ。本艦はファーンデールの名を持つ艦としては初めてのものであった。ファーンデールは各地での活躍によって第二次世界大戦中のイギリス海軍艦艇において4番目に多い合計11個の戦闘名誉賞を獲得した。 ファンデールは1939年度戦時、急増計画に基づき、1939年9月4日に、タインウンドウやウォールセンドのスワンハンター社に発注された。1939年11月21日に、建造番号4133として、寄港、1939年9月30日に、浸水し1941年4月21日に、 瞬行した。初代艦長ステファン・ホープ・カーリル中佐の下で公いけ、試み後、ファンデールは1941年4月27日にジブラルタルで第13駆逐艦船隊に加わる。一旦、本国のスカパフローへ戻りしばらくの間、本国艦隊で訓練と任務を行った後、6月に船隊は船団を護衛して再びジブラルタルへ移動した。7月に、 ジブラルタルからマルタ島への輸送作戦であるサブスタンス作戦に護衛として参加以降もファーンデールは地中海での戦団護衛任務を継続した9月にはハルバード作戦に参加している1941年10月にファーンデールは第22駆逐艦幹隊に移籍して地中海東部での任務に充てられることになり希望ミネート航海を経由して アレキサンドリアへ移動した。到着後は法以下にあるトブルクへの輸送護衛や地中、海東部の警戒、地上部隊への支援砲撃を行った。12月5日、ファーンデールはとブルクの東北東30海里地点で空襲のために沈んだ兵員輸送船着離なナの生存者を救助。12月11日に、ファーンデールはバルディア沖でイタリア海軍のアミラリオ急潜水艦。 アミラリオカラッチョロに爆雷攻撃を行い、浮上させた後に砲撃を加え撃沈した。ファーンデールは53名の生存者を救助した。1942年2月9日、AT-27 戦団を護衛中だった。ファーンデールはメルサマトル製法で空襲を受け、環境直後に爆弾一発が直撃した。爆弾は、 館長室と休時室を貫通し原則へ飛び出して爆発、上部構造物に大きな被害が出た他アズディック区画と機関室に浸水が発生した。ファーンデールは急速に館主から沈み始め一時は総員体館が命じられたが最終的に館を救うことに成功した。コルベットグロキシニアに栄光されたファーンデールはアレキサンドリアで修理を受けた後希望本経由で イギリス駅間7月までロンドンで本格的な修理を受けた。この頃ファーンデールはサウスゲート、ついでミドルセックスで民間人に対するウォーシップウィークのキャンペーンに参加している。修理完了後、ファーンデールは本国艦隊に配備され、塩素船団 p 9 8船団の護衛を実施する。10月、ジブラルタルへ移動したファーンデールは11月に、 北アフリカへの上陸作戦である、統治作戦を支援した。しばらくの間大西洋と地中海で、戦団護衛を行った後、翌1943年7月には、シチリア上陸を支援し、ついで9月には、イタリア本土サレルノへの上陸作戦に参加した。ファーンデールは、空母ユニコーン、護衛空母、バトラー、ハンター、アタッカー、 ストライカーからなる第88任務部隊を護衛し、さらに上陸部隊の援護を実施した。作戦後、ファーンデールは他のハント級駆逐艦で構成された地中海ハント戦隊に加わり、マルタ島を拠点として1943年10月から1944年6月まで地中海での戦団護衛任務を行った。1944年8月、ファーンデールは 南フランスのプロバンス地方への連合国軍の上陸作戦に参加。9月には、英華海の島々の再占領を支援するとともに、脱出を図る敵艦艇迎撃を行った。10月に、イギリス本国へ帰還したファンデールは、第16駆逐艦船隊所属となり1945年4月まで、船団護衛と北海を呼びてムズ川川口部での対戦紹介を行った。 これは、イギリス近海で、シュノーケル装備の U ボートによる船舶被害が増加していたことを受けたものであった。1945年1月14日には、戦乱護衛中に攻撃を仕掛けてきた S ボートと交戦している。3月16日、駆逐艦、ウォーリスがハンバー沖で、ファーンデールと衝突する事故を起こした。その後極東へ派遣されることが決まったファンデールは、 1945年5月に改装と近代化改修を行った後にトリンコマリーで第18駆逐艦船艦隊に加わる。日本軍占領下のイギリス領マラヤへの上陸作戦であるジッパー作戦に参加することになったが、作戦実施前に日本の降伏を迎えたため実行されることはなかった。イギリス本国へ帰還したファーンデールは1945年11月にチャタムで 予備役に編入されたが、1946年に、ノア地方戦隊で、現役復帰し5年間活動した。1951年に再度予備役入りした、ファンデールは1962年まで保管された後、ブリティッシュアイアンスチールコーポレーションに、スクラップとして売却された。ヒューズ・ボルコー社による、 解体のため栄光されたファーンデールは1962年11月29日にブライスの解体地へ到着した。ファーンデールは生涯で11個の戦闘名誉賞を受賞した。これは第二次世界大戦の英海軍官邸で4番目に多い記録である。 マルタコンボイズ1941メディテレニアン1941リビア1942アトランティック1942アークティック1942ノースアフリカ1942の43シ,シリー1943サラーナンバーワン943アエゲアン1943サウスフランス1944ノースシー1945ありがとうございます